大怪獣バトルウルトラモンスターズはカードを読み込ませて戦うデータカードだす。ウルトラシリーズに登場する怪獣を主な題材としている。2007年4月27日に稼働を開始して2011年2月17日に稼働を終了している。様々な関連アイテムが存在してゲーム中にも登場するアイテムバトルナイザーが実際にワングとして発売されて このゲームと連動している。CG 部分は過去発売された、ウルトラマンファイティングエボリューションシリーズのものを一部、流用あるいは回収しており、映像作品に登場していない、オリジナル怪獣、このゲームで初登場の新怪獣も登場している。映像作品、ウルトラギャラクシー大怪獣バトルと、ストーリーが連動しているのも、大きな特徴である。使用するカードは、赤い怪獣カード、 青い応援カード、黄色い技カード、スーパーコンボカードの4種類がある。4種類のカードを組み合わせて制作したデッキを用いてゲームをプレイする。基本のデッキ内容はメインで戦う怪獣カード1枚、サポートとして戦う怪獣カード、または応援カードを合わせて2枚、特殊能力を発動する技カードかスーパーコンボカード1枚。カードを買うかゲームを始めるか。 バトルナイザーモードのどれかを20秒以内に選ぶ。20秒以内に押さないと自動的にカードを買うことになる。100円を入れる。手順に沿ってそれぞれのモードを選ぶ。カードをスキャンする。その後はゲームを行うことができる。カードを買うを選んだ場合はその場でカードを買うことができる。当初はウルトラマンファイティングエボリューションシリーズに登場し、かつ、 ウルトラ怪獣シリーズでソフビが発売されていた怪獣が中心だったがシリーズが進むにつれて FE シリーズには登場していない怪獣やソフビが存在しない怪獣も新たにポリゴンが作られて参戦するようになる。またイベントや雑誌展開でも活躍したキング・ジョー・ブラックや小学館の児童向け雑誌にて募集された怪獣宇宙人強化グランプリによるカブト・ザ・キラーなど オリジナル怪獣も登場。ウルトラヒーローは第4弾以降からスーパーコンボとして登場し、RR からは使用キャラとして本格的に参戦する。ネオからは援軍カードで歴代防衛チームのメカや宇宙人の円盤も登場。宇宙人の声においては、メフィラス星人とテンペーラー星人は、加藤製造と丸山 A2 の流用、ナックル星人とヤプール人は、 ウルトラマンメビウスウルトラ兄弟で彼らの声を演じた中尾流星と玄田鉄将が新たに手掛けている。他の宇宙人の声に関してもザムシャーやグローザムなどのように原作と同様の声優が担当しているものとヒッポリと星人などのように別の声優が新たに担当しているものとで分かれている。以下、主に怪獣カードなどでポリゴンが作られたものを挙げる。は ウルトラマンファイティングエボリューションシリーズからの流用1段2段3段4段5段この玉から第8段まで EX6 段7段8段1段この玉のみ当時公開されていた大決戦超ウルトラ8兄弟に合わせてかファイナルラウンドの BGM がライトインユア・ハートになっていた2段3段4段5段6段7段1段2段3段一段2段3段4段5段6弾ネオより 特定の怪獣の組み合わせによってタッグ必殺技が発動できる。確認できた組み合わせと技の名前を以下にまとまる。タッグ技を発動させるのにカードのレアリティは関係ない。最上級カード同士の組み合わせでも、怪カ,カードでも同じタッグ必殺技を発動できる。ただし、威力はタッグを組んだ怪獣同士の必殺技の威力を足したものとなるため、 カイカードのものでも十分なダメージが見込めるが、最上級だとさらに強力なる。ほとんどの技が連続攻撃なので、相手の苦手な属性変化を加えるのも有効な手段。弾数が増えるにつれ、タック必殺技の数も増えていく。RR でもタック必殺技のシステムは継承され、タックパワーが最大の10に蓄積しているとき特定のタックを、 組んでいると、W 連続必殺技の代わりに使用できる。また、ウルトラ戦士同士のタック必殺技も、ウルトラコンビネーションとして登場している。EX 第5弾でもキャンペーン限定のスーパーコンボカードとして登場。EX 第7弾でもスーパーコンボカードとして登場。EX 第5弾でもスーパーコンボカードとして登場。初の単体カードか。 ありがとうございます。